タイムズですね、はい、イギリスの犯罪者の国としてできた、はい、オーストラリアが、はい、犯罪をしたニュージーランド人を追い返しているという事件ですね。はい、いやこれはね、はい、ちょっとすごいちっちゃい記事だったんですけど、はい、タイムズがそのすごくこうチクチクっていうかなんか、はい、このバカにしたバカにした感じで。タイムズ、まあイギリスって大体そういうイギリスの保守系のね、はい。はい、イギリスのタイムズもそうだし、エコノミストもそうだし、もう皮肉で皮肉および上から目線ですね。そう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 。上から目線の皮肉っていう。そうそう。イギリスの最後のプライドはそこでしょうね。そこですね。本当に。スノブで行くぞと、はい、上から目線で行くぞと。これ、はい、まあ、リアリズムなんだろうなっていう。一応同盟国同士じゃないですか。そうですね。ニュージーランドと、まあ、一緒に、ね、オーストラリアってね、はい、なんか一応兄弟国というか、はい、同じイギリスの植民地として。アンザックをね、アンザック一緒に戦ったぐらいですかね。一緒に戦ったぐらいの国じゃないですか。はい、ところがですね、最近なんか揉めてるんですよ。はい、オーストラリアとニュージーランド、うん。発端はどこだか僕もちょっとこの辺、最近知らないですけど、旗がちょっと、はい、まあそうですね、話題になってたのご存知ですか、皆さん。どっちがどっちか分かる人いますかっていう話ですよね。上がオーストラリアですか、これ。下が。下がニュージーランド、うん、でニュージーランドのが、うん、確か1950年色がついてるのがニュージーランド、白がオーストラリアで、ニュージーランドの方が1950年代かなんかに、うん、もう正式な旗として認められて、うん、で上のオーストラリアの方が、うん、最近ですよね確か正式な、うん、はい、はい、ここ20、30年前かな、はい、一応正式な旗、でつまり旗の歴史としては、うん、ニュージーランドの方が長いんですけど、はい、最近になってニュージーランドが、うん、まあ、仲悪くなったんで、はい、何を言い始めたかというと、うん、オーストラリア側に俺らの真似すんじゃねって言い始めたって。だって旗変えようかみたいな話も、ニュージーランド側はね、一、うん、回オールブラックスのああいう形にしようと思ったんですけど、結局元に戻ってこれになったんですけど、このですね、オーストラリアとニュージーランド、なんとですね、最近オーストラリア側がなんかやけにほら移民問題でちょっと揺れてるじゃん。そうですね。で、はい、俺たちもじゃあ厳しくしようぜってことになったら、うん、はい、俺オーストラリア国内にやけにたくさんのニュージーランド人がいるじゃねえかと、うん、はいはい、実際その市民権はニュージーランドなのに、うん、オーストラリアで生まれて、ほぼ生まれて、うん、で、もう子供の頃からオーストラリアで働いて、はい、で、もう子供も育ってみたいな感じの人が結構いるわけですよ、うん、はいはい。で、その人たちを、ちょっとこいつら実はニュージーランド人でオーストラリア人の資格ないから、うん、強制送還だっつって、はい、無理やり追い返したそうです。なるほど。で、しかもその人も基盤が、生活基盤がオーストラリアにあるのに、うん、形だけのニュージーランド人じゃないですか、うん、はいはい、いきなり帰ると、うん、やることないからやべどうしようってことになって、うん、今大変な問題になってます。まあもうずっとねオーストラリアで生活して、はい、要は在日韓国人みたいな感じでしょ。まあ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 、日本でずっと育っているのに急に韓国帰ったところで仕事できねえじゃん、ね、そのコネクションがないか、まあまあ言語はね一緒だから、まあ、変わらないんですけど、ね、でニュージーランド人をなんと、うん、1300人ここ1年で、うん、返したそうです。追い返したと。でニュージーランド人、逆に、ほら、オーストラリア人が、ニュージーランドにもいるじゃないですか。うん、はいはい、その数、この報復措置として、9人返したそうです。9人 ?1300 対 9人なんで、はいはいはい、あんま大したことじゃないですけど。うん、で、オーストラリアの中にはなんと、ニュージーランド人が60万人いるそうです。うん、でもニュージーランド人だったら、やっぱマーケットがでかいから、うん、オーストラリアにどうしても行っちゃうから、ね。まあまあまあ、来ますよね、うん。人口数がやっぱ全然違うんで。はい、っていうことで、で、これ問題になってるのがですね、うん、結構オーストラリア人が、うん、そのニュージーランドに国外退去してるのが、うん、そのかなりの率でニュージーランドがオーストラリアの中で犯罪を犯したニュージーランド人、はいはい、犯罪者を、うん、ニュージーランドに送り返してるんです。なるほど。そうするとですよ、うん、そもそもかつてかつて自分たちが送られてきた16万人の犯罪者でできた国がですよ、犯罪者を、うん、隣の国に追い出すっていう、はいはい、なんかもうすごいシュールな、シュールな感じ、構造になってますよね。それをタイムズがすごくこの皮肉を、なんでこいつら何犯罪者のくせに犯罪者周りに送り返してんじゃん、意味わかんねえみたいな感じの書き方してる。お前らが作ったんだよ。イギリスがやったんじゃん。まあそうなんですけど。まあそうなんですけど、はいはいはい。で、ほとんどの人はほら、人生いきなりやり直し聞かないじゃないですか。うん、はいはい、で、中で、オーストラリアの中でギャングになってたニュージーランド人がいるんですよ。うん、で、いきなり追い返されて、うん、俺やることないからこっちでもギャング作る。オーストラリアの、はい、新しい支部を作っちゃうって、ニュージーランドに、はい。なるほどね。そういうこともやってて、相当評判が悪いそうです。なるほど。そもそも、ニュージーランド人の中のはちっちゃい国で、はい、オーストラリアはでっかい国なんですけど、うんうん、ニュージーランド人は、はい、ニュージーランドはその犯罪者を、囚人をね、
集めて作った国じゃないから、ないから、オーストラリアのことをちょっとバカにした感じがあって、はい、オーストラリア人はちょっとニュージーランドのことはちっちゃい国だぐらいの感じでバカにした感があるっていう話は僕は聞いたことあるんですけど、奥山さんの僕結構人脈ではどんなニュージーランド人きっとオーストラリア人のその精神的な関係っていうのはちょっと僕はニュージーランド人に直接聞いたことあるんですけど、はいはい、いやーこの間あのなんだっけ なんか、はい、とにかく乳製品かなあのいやニュージーランドいいとこだよねって言って、まあ、その人、はい、ああもうニュージーランド最高だよ、はい、ニュージーランド人、はいはい、オーストラリアの僕ねこの間シドニー行ったんですけどよかったですね、はい、オーストラリアみたいな飯まずいしなって言うんですよ。おあの、はい、やっぱり乳製品は、うん、ニュージーランドの方が遥かに上で、うん、ものづくりはもう完全ニュージーランド上です。あの蜂蜜のねマヌカハニーってあるじゃないですか、喉にいいとかいうやつ。で、僕もシドニーの空港で、あのマヌカハニーのところで、はい、土産に買っていこうかなと思って行ったんですけど、はい、その中国系のお姉ちゃん、僕に勧めてくれたのはですね、マヌカハニーって言ってシドニーですよ、はい、オーストラリアですよ、はい、でその子も多分オーストラリア人なんですよ、はい、なんですけど、勧めるのは全部ニュージーランド製なんですよ、はい、ニュージーランドの方がいいからっつって言って、いやお前ここオーストラリアシドニーだ、はい、なんで俺にそのいい方がニュージーランドって押し付けんね、オーストラリア人物作れないすげえ差別してるんですよ。あのベジマイトもねニュージーランドの方がいいんです。ああそうですそうですね、出たりとかね、いろいろその結局ものづくりが下手なのは下手なんじゃないかってニュージーランドの方は思ってたりしてるという話です、ね、そうなんですね。でも景色はうちの方がいいとか言って両方ともお互い言ってるんですけどね、うん、はいはいはい、はあ、もうかなりニュージーランド側はオーストラリアに対するなんか変なこう差別意識みたいなのはやっぱ持ってましたね、はいはいはい、作れないと。でオーストラリア人自身もあのいいものはやっぱりニュージーランド製だっていうの乳製品でも何でもね、はい、そういうことを言っている感じですよ、まあ、僕はやっぱりこのいくら同盟国でもですね国益関わるとやっぱり仲悪くなっちゃうんですよすぐ、うん、はい、近いとね。そうだからオーストラリア、まあ、だから EU なんかでもそうですけど、うん、超国家構想ってやっぱりねちょっとなかなか難しいんじゃないかっていう、うん、どっちもどっちとかみんな言ってますけど、はい、いうことですよね。やっぱ国の単位っていうのを舐めちゃいかんっていうのは本当に常に感じます。なるほど、はい、まあ、要するにこの両国が仲違いするように中国側のあれが入ってきてるとかそういうのはないんですか。でもニュージーランドはねこれ、うん、サイレントインベージョンの中にもちょっとだけあったんですけど、うん、相当やっぱ入られてるらしいですね中国が。やっぱりね、はい、だからちっちゃいからやりやすいもん、ね、まあ、分断してるかどうか、うん、分断工作してるかどうかは分かんないですよ。ただ先に問答無用で先にやられてるのはニュージーランドっていう話、ニュージーランドの方がやられてるらしいですから、はい、あのオーストラリアはなぜ来たかって西洋で最弱だからっていう話があるんだけどもっとニュージーランドそうニュージーランドはもっとダメだからね先にやられてるとかなりね、はい、ってことですね。アンケートします、はい、どっちの国にシンパシーがありますかと、はい、オーストラリア1番2番ニュージーランド3どっちもどっち4番どっちも知らねえとどっちも行ったことないしどっちもなんかそのニュージーランド人の ねあの留学生を友達だったとかねオーストラリアのに俺の友達行ってるからオーストラリアにシンパシーあるなとか どっちがどうなんでしょう、はい、皆さんのその国際的なね感覚をはいドンオーストラリア引くじゃあどっちもどっちが32でどっちも知らねえが 38.2 ニュージーランドにあるんだみんな結構オーストラリア結構人気ないねオーストラリア人酒飲みすぎだってあそれはありますね。それはありますね。やっぱねあのドイツワールドカップで中田英寿時代にボロ負けしたのがオーストラリアに。オーストラリアにあなんか3対そう後半にいきなりなんかボコボコって点取られて逆転負けした。あれはちょっと嫌なイメージがあるよね。あったかもあったかも、うん、あのイメージがすごいちょっとありますよね。オーストラリアだってなんかあの独自のフットボールあるじゃないですか。なんか強烈なやつオージーフットボールとかやつ。ああなんかねもうボコボコ殴り合いするみたいな、はいはい、結構ねスポーツにかける情熱は半端じゃないですからね、うん、なるほど、はい、そうですね。まあそうケーヒルね。あ、ケーヒルいたな。ケーヒル。いい選手だな、あれは確かに。いや、とは思わないんだけど、いや、彼のみぐらいだったんじゃないですか、確か、オーストラリアで、いい選手が。コーナーキックのバーを殴りに行くじゃない。うん、ああ、こんなこと言って。あれ、はいはい、も見るの腹立つね。悔しくてしょうがない。はいはいはい。はい、じゃあ次。ということで、まあ、あの、行きましょうか。地政学ですよ。あの、要は隣の国は。そうなんですよね。隣の国は許さねえっていうのが、もう世界中に、ね、とにかくあるということで、はい、あのそういった感覚をね皆さんも
忘れちゃいかんですね。確認をして隣国と仲良くしようってのはそれはもちろん重要なことではありますけど、はい、うん、仲いいと隣国だからって必ず何も問題がないわけないわけですよね、はい、番組を見てるだけで世界情勢分かるようになってるんですけど、はい、もっと真剣にやりたい方はですね、はい、CD 学習をしていただきたいんですが、戦略の階層からスタートして、あー、そうです、これがまずエントリーが戦略の階層が分かってないと、まあ、これもこれでもうすごいですよね。これでグッドグッド、やっぱ名作ですよね。これは国際情勢を勉強している人の中では、はい、かなり優位に立てる、使います、優位に立てる、使いますね。そしてこの続編である未来予測と戦略 CD という、うんうん、戦略の階層のね、極意である、はい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 、日本人の苦手なこの戦略部門がよくわかるという、うん、はい、自画自賛、そうです、もう自画自賛させてくださいよ、まあ、本当に、はい、もうあの嘘つけと徹底的に嘘つけっていう CD ですよね。はい、なんかそういうとすごい引き声が悪いです、ね、夢見ろよと夢見ろよって徹底的に夢見ろよ、リアリズムの話をしてるはずなんですけど、ね、徹底的に夢見ろよという CD です。そしてっていうか、まあ、はい、まあ、この番組のテーマの一つはリアリズムをやってるリアリスト入門、うん、はい、これを勉強すると、うん、ああ、こちらね、やはり、はい、充実してます。いや、リアリスト入門は、はい、僕結構これは、はい、はい、勉強になると思います。